総長図書館は、愛知県庭郡府総長の公共図書館である。2013年度末の蔵書数は142,468点、貸出数は342,402点だった。2014年3月1日時点の府総長の人口は34,270人であるため、1人当たり貸出数は6.4点だった。 総貸出数のうち不総町民の貸出数は22190点であり、残りの122,212点は不総町民以外による貸出だった。2013年度予算における図書館費は3,555万8,000円であり、うち資料購入費は1,044万9,000円だった。1950年に不総町中央公民館が建設され、講座や 講演会などが開催されていた。1974年5月には、不総町立不総中学校の体育館が新築され、2階の一部が不総町中央公民館分室となった上に、分室内に不総町と書室が開設された。開設時の蔵書数は1321冊であり、週2日程度開館していた。 1980年1月には、増書数は8370冊となった。1980年12月には、高木屋在稲葉に不層町中央公民館の新館が建設され、不層町と書室は、不層中学校体育館から中央公民館の一室に移転した。休日を除く毎日開館となり、1985年3月には、 蔵書数が1万数千冊に達した。図書室の利用率が高まり、町民の間で独立館の建設が寄給された。図書館開館前の1986年時点で、図書室の床面積は80平方メートルであり、蔵書数は約1万8千冊だった。1985年4月には、図書館の建設が決定し、 不宗町図書館資料館建設審議会が設置されて審議を行った。不宗町中央公民館、不宗町立不宗北中学校、不宗文化会館が集まる文化ゾーンに建設されることとなり、1986年8月に着工、1987年3月に竣工した。建設費は3億7000万円。図書館条例や規則を制定し、 図書や視聴覚機器などを購入した上で、1987年7月25日に、不総長図書館が開館した。1階には、一般開花室、児童開花室、視聴覚コーナー、ラウンジコーナー、レファレンス室、閉花書庫などがあり、2階には学習室、視聴覚室、ギャラリーなどがある。建物外観は、レンガ色を基調としており、建物入り口へのアプローチは、 緑豊かな並木道となっている。敷地北側の裏庭は日本庭園となっている。シンボルタワー2本の柱からなるシンボルタワーは人と人との触れ合いをモチーフにデザインされている。開館時の蔵書数は約3万冊だった。開館時の開館時間は10時から18時であり、休館日は火曜日、第3金曜日祝日、年末年始だった。 開館と同時に、名鉄犬山線不送駅と、茅森駅に返却ポストが設置されている。1988年1月末までの半年間の入館者数は95,869人、貸出点数は108,443点であり、沖田ホームニュースはこれを、驚異的な数字と報じている。開館時から10代にも魅力ある、図書館を目指しており、 カウンター近くにはヤングコーナーが設けられたほか、毎月1回は人気ミュージシャンのライブをレーザーディスクで上映するヤングミュージック広場を開催した。同年8月には複製絵画の貸し出しを開始し、1989年8月にはビデオテープの貸し出しを開始した。1992年11月17日の第78回全国図書館大会では、 日本図書館協会から優秀図書館として表彰された。住民の生涯学習の拠点としての運営に努めたような優れた活動を展開しているとの単評を受けている。1991年度末の蔵書数は85,236冊だったが、1993年度末の蔵書数は101,347冊となり10万冊を超えた。 1993年度にはビデオが5646点貸し出され複製絵画が870点貸し出された。1999年11月には愛知県図書館とオンラインで結ばれた。2002年5月にはレファレンス室に利用者インターネット用パソコンを設置し、2003年8月には公式ウェブサイトを開設した。 2004年1月には、尾張北部広域行政権五市二町内の公立図書館と相互利用を開始し、それぞれの図書館で貸し出しが可能となった。2005年8月には、東海地区図書館協議会の資料相互利用に関する協定に参加し、大学図書館との間で資料の相互利用を開始した。2012年12月には、 国立国会図書館レファレンス共同データベースに参加した副総長、終わり北部広域行政権。ありがとうございます。